珍しいですね。はい。犬はまだ寝てる。寝てるね。たまには犬のために作っておかないと。はい、音も初めて作るやつです。何？我々が好きなこれは何ですか？これなんでしょう？チョコ。我々がこれ好きでしょう？これ。これ好きだよね。でもこれもう一本しかない。これに似たものを作るって。そうするでしょ？お安くつくし。これ一つしかないのを君たちバクバク食べるからさ。だから作りますよ。いいですか？これも全部材料入れて混ぜるだけだから。混ぜる。混ぜて冷蔵庫で冷やすだけ、焼かないし。あれ？卵使うのかな？卵も使わない。2杯。2杯。2スクープやってください。2スクープ。うん。これだ。こっちから。おお、下だ。2スクープ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 。こうそないでよ。あ、いい？これ、うん、これくらい。うん。そう。もう一回。勝るかな、こんなに。うん、もう一回いいや。それは水で調整しよう。ちょっと振ってごらん。うん、あ、いいよ、いいよ、オッケー。よし、はい、よくできました。はい、しまって。ポンポンって投げちゃダメなんで、ちょっとこう入れて、こうやってないと。俺最初上にやってたから。そうかい。下にやると。じゃあ。このぐらい。うん。よし。溶けた。多分溶けた。おお、溶けた。よし、じゃあこのまま、熱くないからこれこのまま入れて、このまま。熱くないよ。あ、本当だ。うん、信じて。うん、回して。うん。回し入れて。おお、チョコ移動。うん。チョコ移動。うん。で、それだね、音は。あ、ちょっと戻りってたけど。ちょっとサクッとした感が欲しいからグラノーラじゃないか、なんだフルグーラを。後ろすごい。いちごで入れる。フルグーラーを。かぼちゃ、パパイヤ、レンズ。3スクープ。はい、3スクープ。これでいいのかな。塩？なんで塩？どうした？あ、わかった。あ、いいよ、今。うん、このまま。よし。いいよ、入れて、それも。うん、そしたら、あ、汚くなっちゃうよ。よし、いいよ。手洗って。もうこれで OK。早っ。これでまとまる。はい、混ぜて。なるほど。よく匂いするな。あの匂いする。そうでしょう。いける。これさ、プロテインバーでリナに食べさせてもわかんないんじゃないの、これ。ああ、そういうこともある。ジロ、これ聞いてたやつやばい。ちょっと足りないわ。分量通りにはやらない。やはり。そんなもんなんですよ。よし。まとめる、こうまとめる。あ、すごいいい匂いする。いい、自分で左手で音みたくこう押さえるんだよ。よし、はい。いいよ。ああ、いいね。で、ぎゅーって掴んで。うん。うん。こういう感じ。もうちょっと力強く。それじゃ優しい。どう？楽しい。楽しい。それそこだけにぎにぎしてるだけじゃん。だって全部こうグッグッって力強く。もうちょっと足りないのかな。ちょっといいですか。いや、こんなもんかな。どう？地獄ない。いや、これ楽しみだな。でも歯取れそう、これ。ね、歯取れそう。で、冷やし方。完璧だな、ちょっとこれ、濃いぞ、本当に。うん、はい、すごい満分作ったんだよ。うん。うん。そんな感じしない？あ、ちょっと待って、これ洗わないと洗わない。はい、じゃあ30分待ちます。はい、リノ起こしてきて。メーカー。絶対違うで、マリオ。違う、釣れないよ。メーカーだよ。次、そら絶対釣れない。やってなんで。次、リノに。お願い。いや。早くねえ、はい、ぬいぐるみイエーイ、ナイフ、怖っ、サスキこちらですね、リネが開ける、歯磨き粉がすっごいついてますよ。リネが開ける前に音とマー君で、なんで花火に出るんだろう。あるものを作ったんですよ。なんでそうなんでそうって、なんでしょう。さあ、まあ、持ってきてください。あそこにあるんで。見ちゃダメ。どこ？あ、だね。いつもマーク見てないもん。何？怖いんだよ、笑い方が。まだです。まだですよ。まだマー君は種明かししちゃダメだよ。これあれだよとか言っちゃダメなんだよ。いっせーので、はい。え何これ作った。すぐ硬くなったでしょ。ほら、マー君硬くなった。これくらい硬くない。スマホみたい。スマホじゃない。食べてみて、当てましょうよ。食べてみて。えこれが成功すれば、二人は分かってるんで、我々に、まあ分かってる。おお、いいね。おお。ちょっと付近、そこに上がってるから。なんか予想ついてきた気がする。え、予想ついた？予想言ってもいい？ちょっと。あ、食べていい？その予想が当たってたらあれなのか。ちょっとね、サクサクだ。フルグラを入れすぎたかなと思うんだよね。フルグラ。でもこれ食感的にそういうのあった方が。ザクザクいきまくりだね。なんかすごい斜めってるけど。じゃあお好きなのを。おお。これいいぞ。すごい。これいいね。そんな水分抜けてるし。いい、ちょっと。歯、あ、君たち歯大丈夫か。これ歯気をつけないと。歯抜けそうな歯ある？まだ。そこで噛んじゃうと絶対抜けるよこれ。分かった。はい、お願いします。いただきます。柔らか。あ、柔らかいね。あ、うん。うまいこれ。柔らかい。わかる？なんだ。これでいいか。あれとどっちに出る？どっちに出るじゃない。あれがもう1本しかないね。だから作ろうってなった。どうやって作ったの？あ、でもこれサクサク感がないね。あ、サクサク感ない。歯に挟まる。ネパッとしてる。でも味は完璧これ。おいしい。ちょっとくどくなってくる。いいよ、そっち食べて最後。それ食べて半分こして食べて。やっぱサクサクなんだけどダメかも。君たちは。ここ。やっぱうまいね。こっちも柔らかい感じ。それもっと粉が入ってるよねこれ。もうちょっと硬ければいいかなって。でも味はグー。硬ければ？そう。全然わかんないじゃん、こういう鍋だってほら。まあね。これでも焼き入ってるんだよ、ちょっと。いい。あとは、今度からこれを、音をやったにしよう。音が食べる分ね。買うより安上がりだって言ったら、安上がりだね。歯取れそう。歯取れマジで。歯がちょっとやばいわと。リノはいいのよ。歯取れた方がいい。また入るから。本当はちょっとめんどくさいから。さあ、これは今だかつて3人の点数が一緒になったことはない。ちょっと音の感想。音だから、音に合わせちゃダメなのよ、そこは。合わせない。そう、はい。これはね、いろんな、まあ味はいい。ただ半単位がとかね、全部含めていっせーので7点。78。あ、美味しいね。高得点じゃん。高得点つけらんでしょ、笑ったら。違う。いやいや、これ、じゃあ今日のやつこれやるって言ったらどう？いや、いいじゃん。じゃあ次の日もこれだよって言ったら。いける。本当はね、10点に行くかもしれなかったんだけどね。ちょっと、食感っていうか。ねっとりしてるね、ちょっと。ね。僕ネットでしてるからちょっと2点引かしてもらってハローだな。浮気じゃないそうでしょ。だからね、行くまでに車で食べるとかできないわけですよ、こういうのは。そんな点やと思って7点です。僕はね、歯にくっついたりするから、それが取りにくいから8点にし。いや、それ似たような感じで喋ってるだけだよかぶせたでしょ、だけ違うよ。姉さんはでもないよ。うんうん。来たお、きれい。あ、そう。大体それだよ。うん。って感じです。残念。これピタリ賞で漏れなくほらお小遣いあげるの。ああ。おいしかった。え、二人に？うん、そう。弟にも。え？じゃねえだったら音にはないその点数分差だから8点で合格したら8000円です。8000円800円じゃなくて80円